もその品質工学。第12話、直行表の真の目的。これまでのあらすじ。問題の明確化や評価方法、評価尺度が決まってきた。次は実験するだけだ。ふみちゃん、つとむくんは無事に実験を終えることができるか？さて、実験のお願いに行かないとな。生産に余裕があるといいんだが。私、あの工場長はなんか苦手。悪い人じゃないんだけど。畑工場長、ちょっとお願いがあるのですが。ああ、技術部の若い衆じゃねえか。珍しいな。どうした？射出成形の慢性問題の解決をしろと上司と講師から指示されまして。そこで実験のために量産機を借りれないかと。今生産数が多くて、結構厳しいんだがな。どのぐらいの期間、貸してほしいんだ？2日ほど、お願いしたいと。2日も。正直厳しいぞ。それは、成果は出るんだろうな。こっちは2日分の生産の辻褄を別なところで無理しなきゃいけないし。工場長お願いします。ちゃんと成果は出しますから。しょうがねえな。2日だけだからな。よっしゃ。さて、実物実験の方はこれでなんとかなりそうだね。来週から実験開始。なんか、組の中にある魔性を見た気がする。そういや、なんで竹刀持ってたんだ？おう、お前の話していた若い衆が来たぞ。言われたようにしておいたからな。ああ、助かるよ。今度、昼飯でもおごるな。私は現場担当者と実験の準備をするから、つとむくんとしーちゃんはシミュレーションの方をよろしく。おう。さーて、CI-03。シミュレーションはお前が頼りだ。金型の CAD データと、射出成形機の設定条件。設定したら送るからな。時間に対する材料の入り方のデータ計算よろしく。最新の大型の量子コンピューターを使って計算すれば、結構早く結果を出せると思うよ。そうは言っても、直行表の回数だけ回すから、そこそこかかるの。1週間で終わるか。1日に2条件。直行表 L18 だから最低9日は欲しいかな。ふみ、さっき実験条件送ったが見たか？見たよ。実験は来週の後半の2日間でできそうかな。それまでは下準備。とすると、実際のデータとシミュレーションの結果は同じぐらいに出てきそうだな。解析含めて全部で3週間だね。期限の1ヶ月ギリギリかな。問題があればアウトかも。2週間後。ふう、計算終わったの。ほぼ予定通りだな。さすが CI-03 様。おう、クミか。こっちは終わった。問題発生。つとむくんとしーちゃん、こっち来て。やっぱりダメだったか。なんだ、その、やっぱり、ってのは？あ、いたいた。こっち来て。これ見て、もう形がバラバラ。実験の半分ぐらいは形になってないの。これは確かにひどいな。ショートさせてるんじゃなくて、完成品がこれ。CI-03、来る途中で、やっぱり、って言っていたが、心当たりがあるのか？シミュレーションでもこうなったとか？シミュレーションではちゃんと形ができてるよ。過去に成功事例がなかったから、やっぱりって言ったの。こうなることが分かってて、わざとやらせたってこと？ひどい。それは違うの。過去ではうまくいっていなくても、未来ではうまくいくかもしれない。私はクリティカルシンキングをベースにしている AI。基本、過去を疑っているの。過去に成功したからといって、未来も成功するとは限らない。逆に、過去に失敗したから未来も失敗するとは限らないの。世の中は時々刻々と変化していっているの。そして、世の中には失敗はないの。あるのは、経験と成長だけ。事実、あなたは、失ってないし、破れてもない。今回の結果から、あなたは新しい知識と経験を得ただけなの。
品質工学が直行表を使うのは実験回数を減らすためじゃない。早く問題に気づくこと、そのために直行表を使うの。直近の問題は畑工場長になんて成果を説明するかだね。市内で叩かれそうだ。それはパワハラか。あの、データが半分しか取れていなくても分析はできるよ。知らないの？本当？マジか。ええ、まあ後で教えるね。